エンラッペ、エンラッペ、英語、マインレジスタントアンブッシュプリテクテッド、エムラップ、対地雷、復撃防護車両は、アメリカ国防総省が、イラク中流軍やアフガニスタンに配備するために、大量購入を行っている、総輪港車両の一軍である。イラクにおいて多発する、井戸や路肩爆弾などを使用した強力な爆発から、輸送車列やパトロール車両に登場する、 アメリカ軍兵士を守ることを目的に取得された総輪装甲車両が2007年からイラクへの配備が開始された。また、井戸による攻撃手法はアフガニスタンへも持ち込まれ、国際治安支援部隊、イサフにも被害が拡大しているため、同様の対応が取られている。現在進められているエンラッペアイ計画では、車両の用途によってカテゴリー1から3に分けられている。 エンラッペ I 計画と同時並行されているエンラッペ E 計画によって新たな大爆製、ブラストレジスタントを備えた和装工車両の開発も行われている。イラク中流が開始されてから2009年初頭に至るまでイラク中流多国籍軍兵士の最大の死傷原因は道路脇や道路地面下に仕掛けられた井戸によるものであった。米軍の死者数は 2007年5月には1ヶ月間としては過去最高の90人を記録し、開戦時から2007年8月末までに合計3800人になったが、井戸による米兵の死亡者は4割以上の1620人であった。井戸による攻撃回数は2004年に5607回、2005年に12556回、2006年に3515回。 2007年は4枚回以上見積もりとされる。これら米兵への被害の多くが兵多業務を担う民間軍事会社のコンボイに随伴していた護衛の軽装甲車両がゲリラの標的となるケースであった。アメリカ合衆国本土では2003年5月の戦闘終結宣言後もいつまでも続く自国兵士の損失と戦地から伝えられる半 BHMMWV M9984 輪駆動計汎用車の脆弱さに対する不満のニュースによって、イラク政策に対する米政府への信頼が大きく、傷つけられた。イラク中流部隊の将兵の多くが、必要な種類と量の装甲車両が与えられていないと考える状況になり、国防総省でも早急な対応が迫られていたが、当初は要求を満たした新たな装甲車両の開発と量産が、 完了するまでは、すでに中流軍の保有する評判の落ちた、ハンビーの装甲化によって対応する計画であった。ハンビーの装甲化によって、昇降径の機関銃弾程度が防げるようになるなど、防護性能が向上したため、現地からの不満も一時は鎮静化すると思われたが、戦車をも行動不能にする井戸に対して装甲化ハンビーは、 従来通り全く脆弱であったため死傷者数はむしろ増える傾向を示していた。米国防総省は結局、総降下半 B だけではイラクの状況に対応できないことを受け入れてすでに始まっていた海兵隊のエンラッペ計画を拡大しイラク向けに採用することにした。エンラッペ計画は当初は米海兵隊が進めていた。 送輪走行車両の開発及び取得の計画であり、陸軍もほぼ同様の MMPV、ミディアムマインプリテクテッドビヒクル、中型地雷防護車両計画を進めていた。エンラッペ計画が陸軍を含むイラク中流の、米軍全体に対する走行車両の緊急計画として選ばれたのは、単に陸軍の MMPV 計画より進展していたからである。 陸軍の MMPV 計画もエンラッペ計画と統合されることなく、現在も継続している。ただ、仮に MMPV 計画が今後も継続されても、取得数への影響は避けられないと思われる。2008年には MMPV 計画により、バイシステムズ製の RG-33 が選定され、総計2500両が調達される予定である。 エンラッペ計画は2段階より構成される。原油取得計画であるエンラッペ I と新規開発計画であるエンラッペ E である。エンラッペ I はすでに生産されている走行車両を取得して、それを必要としているイラクに送る計画である。現在のエンラッペ I 計画では用途別に3つのカテゴリーに分けられている。いずれのカテゴリーの車両も路上最大速度は 時速 105km、65マイル、H で不整地では、時速 8km、5マイル、H の走行能力が求められており、483km、300マイル、以上の航続距離を備える必要がある。車体の下で地雷が爆発しても走行に、穴が開かないことや、タイヤの空気が抜けても時速 48km、30マイル、 で 48km、30マイル以上の走行が可能なランフラットタイヤが求められる。ディーゼルエンジンの使用が義務付けられ、被害時にガソリンによる爆発的な燃焼を避けている。燃料には通常のディーゼル燃料以外にも JP-5 や JP-8 が使えることが求められている。各カテゴリーを合わせた2007年後半の段階での 発注は8000両ほどであるが、最終的な発注台数は今後も増えて1から2万両になると見積もられている。2007年7月31日、米海兵隊は爆弾などの保護能力をそれまでのエンラッペ I より向上させたエンラッペ E の開発を打ち出すと同時に生産ラインの強化を予定している。エンラッペの大量導入を計画した当時は、 イラク中流軍とアフガニスタンで、米軍兵士の死傷者数が増え続けていたため、国防総省、陸軍、海兵隊は、井戸の攻撃から兵士を守れる車両を追日でも早く、一台でも多く、イラクに送る必要に迫られていた。そのため、通常の兵器の開発、評価、調達の手順を踏まず、性能評価もそこそこに、機種の統一も行わずに、その時点で、 入手可能で少しでも使えそうなあらゆる大爆走行を備えた総輪走行車を注文し、完成したものからイラクとアフガニスタンに送っていた。受注する兵器車両メーカー側でも、もともと米軍から占領単位の大量注文が、単納期で入ってくることになるとは想定していなかったため、契約を交わした後で生産数が満たせないという状況が心配れていた。 当林装甲車は、自走する兵器としては、比較的、低価格な部類であるが、1万両規模になるとさすがに、巨額の発注となる。しかし、いつまでも、兵士を死体で帰国させ続ければ、ブッシュ政権の威楽性の失敗が、数字の形で明らかになることもあり、勝てない戦争から、負けた戦争に変化しそうなギリギリの状況下で、なりふりを構ってられないほど追い詰められた末の、 大量注文であった。当初、海兵隊では、エンラッペ愛によって、井戸攻撃による被害は、最大80%減らせると発表していたが、その後、イラクとアフガニスタンでのエンラッペ登場での死者は2008年1月19日までは、ゼロであったため、本計画の有効性が、ほぼ実証されたとした。しかし、被害が皆無になったというわけではない。 その他多数、車体の側面や底面の走行が強化されているほか、車体下部構造をボートの底面のように V 字型にすることで爆発のエネルギーを受け流すデザインが採用されている。V、春シェイプと呼ばれる V 字型車体は1980年代に南アフリカ共和国の走行車両がナミビアにおけるスワポ相当作戦やアンゴラ内戦への介入において敵が 対戦車地雷を多用した戦訓を取り入れて採用したもので、その後各国の対爆走行車両に模倣されたものである。エンラッペアイの車両に共通する点は、V 字型で、厚い底面走行のために非常に車高が高く、車体全体の厚い走行やそれらで増加した重い、車体を高速で駆動するタイヤ、サスペンション、エンジンの拡大化が、 さらに車体全体を巨大なものにしていることである。車両の走行の一部は軽量な複合走行が用いられているが、複合走行は軽量化と引き換えに容積が大きくなる傾向があり、これがさらに車体を巨大化させている。遠方から要因に視認され大きな目標となるため、正規専用の兵器としては使えない。対爆戦闘に特化した走行車両である。このため、 アメリカ軍が現在保有しているエンラッペの大半は将来的にはイラク、アフガニスタンの各政府及び地域紛争を抱える国家に引き渡されると考えられいる。イラクでは爆発成型貫通隊 FP と呼ばれる成形策略団ハイエクスプロシブアンチタンクヒートに似た新たな脅威が登場していた。従来の成形策略団では 細い逆円錐形であった金属ライナーが新しい FUP では手作りの凹んだ皿型の金属板が使用され爆発時に細長くならずに弾丸状の塊で目標の装甲に高速で衝突するようになっている成形される飛翔体が短いので戦車の装甲板は貫けないかもしれないが成形作薬弾に比べて有効距離であるスタンドオフが長く取れ 金網などではあまり影響を受けないとされる。この新たな脅威が、エンラッペ車両にどれほどの威力があるかは未知数であった。イラク中流軍にとって幸いなのは、エフップを使用した攻撃が2007年後半から大幅に減少し、これは主たる供給源とされたイランからの流入が減ったためではないかとされる。従来型の井戸にしても、 米軍のエムラッペ車両に対して十分な加害効果があるまでゲリラ側が爆薬量を増やせば移動車両に装備できる装甲のレベルではどれだけ工夫しても被害は避けられない。ゲリラはすでに最新の M1A に SEP エブラムス主力戦車に対して対戦車地雷を複数積み重ねて使用することで撃破することに成功している。 2008年の時点で、エンラッペプログラムの先頭に立っている米海兵隊は、現在、イラクやアフガニスタンの作戦地域で活動している。ハンビーをすべてこの車両に置き換える予定でいる。2007年度、アメリカ政府は、エンラッペの開発予算として11億 US ドル、2007年12月、上旬のレートで、約1、300億円を割り当てた。 2007年末までに1,500両、2008年3月までに6,415両の購入分や、2008年予算での6,000両、58億ドルの予算要求分を含めて、エンラッペ全体の総購入予想数は2008年初期時点では15,374両ほどになる予定である。エンラッペ計画に続く。 米国防総省の計画の一つとして、押し越し車は、セラダイン、セラダイン車やアイデアルイノベーションズ、アイデアルイノベーションズ車と共に、タイへフップ性を備えた、ブルダカ生存性紫外線車両、ブルハイリーセルバイバブルアーバンビークルという、送輪走行車を100両分受注し、2008年、中頃から生産する。この車両は、押し越し車が製造し海兵隊で採用されているトントラック、 MTVR の車体を利用した派生車種である。2008年夏頃にはアフガニスタンの厳しい地形に対応するため、より機動性を重視したエンラッペであるエンラッペオールテレーンビヒクル MATV の取得計画が開始された。MATV の選定では RG-31 や K マンの回収型もコンペンションに参加したが2009年に 押し越し車線の MATV が採用された。MATV は2010年3月までに8722両がアメリカ軍に納入されている。エンラッペの導入やハンビー、輸送トラックの走行化などで、米国の井戸対策費は2006年で61億ドルを支出した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。